父さん、母さん、いよいよだよ。いよいよジャックが。姉ちゃん、飯は？ジャック！なんだよ。あんたね、今日がどんなに特別な日か分かってるの？分かってるぞ。分かってない。まるで緊張感がないじゃない。表に出なさい。起きたばっかだぜ。口答えしない。姉ちゃん、これって…そう、父さんが使っていた伝説の剣、アービトレイター。もちろん、まだあんたにこの剣は使いこなせない。でも、いつの日か、あんたが父さんのような立派な騎士になって、この剣で騎士団を率いるって、私は信じてる。姉ちゃん…でも、まずは今日のセレクションで騎士団に選ばれることからね。大丈夫、任せとけって。とにかくみんなぶっ倒せばいいんだろ。聞いて、ジャック。セレクションに集まるのは腕に覚えがある強者ばかり。舐めてかかると痛い目に遭うんだからね。力任せに剣を振り回したって。姉ちゃん、剣術指南はまた今度。そろそろ出発しないと遅刻しちゃうよ。え？あ、もうこんな時間？ジャック、何してるの？さっさと行きなさい。姉ちゃん、俺絶対騎士になるぞ。でもって父さんなんかあっという間に抜かしちゃうからな。あの子ったら父さんの偉大さが分かってないのよね。ま、それがジャックの強みでもあるか。ラジアータ城、やっとここに入れる日が来たんだ。父さん、見ててくれよな。セバスチャン。はい。ヒゲの調子はどうか。よろしいかと。これよりラジアータ王国騎士団セレクションを開始する。第一試合の出場者、スター殿とポール殿はコロシアムへ。俺の相手はと、リドリー・ティンバーレイクね。やってやるぜ。
続いて第2試合を始める。リドリー殿とジャック殿はコロシアムへ。おっしゃ、リドリーさん覚悟してね。え、もしかして。マジで？女じゃん。せっかく気合入ってたのに。はあ、俺手加減って苦手なんだよな。由緒正しきラジアータ王国騎士団セレクションへようこそ。私は本日レフリーを務める純三郎である。本試験は王国騎士団伝統のエリミナシオンディレクト、すなわち勝ち抜きトーナメントによって厳正に審査される。有効打のポイント採点方式を取るが、相手が戦闘不能の場合は即時勝利とする。以上、では早速始めよう。両名コロシアムの中央へ。セレクション第2試合、リドリー・ティンバーレイク対ジャック・ラッセル、はじめ。それまで。絶対勝つ。これよりセレクションの結果を発表する。全員コロシアムへ。負けねえぞ。あれ、結果発表だそうです。皆さんコロシアムへ。結果？え、試合は？優勝はリドリーさんが。ってことは、俺ひょっとして負けた？はい、1回戦でリドリーさんに。リドリーさんは幼い頃から騎士の教えを受けていたそうですから。スター様はダメみたいです。お気になさらず、どうぞ。俺負けたのか。セレクション通過者は優勝者のリドリー・ティンバーレイク、そしてもう一人、ジャック・ラッセル。いえ、しかしあの少年さほどの技量とは思われませんか。ラッセルの名に聞き覚えは？もしやケアン・ラッセル。グランシュバリエ団長、ケアン殿の息子です。磨けば光るかもしれません。しかしラックス様、となると彼をガンツ殿に預けるのはいかがなものかと。何せガンツ殿は
あのガウェイン殿の息子であるわけですからして。ケアン、ガウェイン、ジャック、ガンツ、その因縁あればこそ大いなる力を期待するのです。では純三郎さん、お願いします。ごほん、こちらはラジアータ王国最小であり騎士団総参謀長でもあられるラークス様、そしてこちらが本日の合格者が編入されるローズコションのガンツ騎士団長である。それでは合格者を発表する。リドリー・ティンバーレイク。そして二人目は、二人目、ラークス様の計願が若者の未来に可能性を見出された、ジャック・ラッセル。嘘、なんで一回戦で負けちゃったのに。ジャックさん、純三郎さんが言った通り、私は現在のあなたを評価したわけではなく、将来のあなたに期待するのです。まずは王国の騎士であることを自覚し、品位と慎みを持った行動をお願いします。はい。私がローズコション団長ガンツロートシルトであります。リドリーさん、ジャックさん、早速決断式を執り行います。指定の部屋で支給される騎士団装束にお着替えになってください。以上、速やかによろしくお願いいたしますです。こちらがジャック様のお部屋になります。これが憧れの騎士の部屋。なんか用か。あら、ほら見ろ、やっぱり間違えてるじゃんか。ここあんたの部屋でしょ。まさしく俺の部屋だ。こちらはレナード様です。この部屋の室長でいらっしゃいます。室長。ああ、もうこんな時間ですね。ジャック様のベッドの上に騎士団見習い職の装束が用意されております。こちらでお着替えになりましたら、3階会議室においてローズコションの決断式に出席していただきます。ガンツ様がお待ちになられていますので、お急ぎになられますよう。それではここで私は失礼いたします。あっと、申し遅れました。私は執事のアルでございます。困ったこと、わからないことがありましたら、何なりとこのアルにお尋ねください。それでは失礼いたします。え、あのちょ、お前が新入りのジャックか。よろしくな。もしかしてここに二人で。あれがお前のベッドだ。なあ！一通り絶望したら早く着替えろよな。はい。なかなか様になってるじゃねえか。王国の騎士ってこんなヒラヒラで戦うの？お偉いさんたちの好みだ。そのうち俺のように着こなせる。おっさん、残念ながらそれ説得力ゼロだよ。
お前には先輩に対しての敬意ってもんがねえのか。それに俺はまだ21だ。おっさんって言うな。Thank you.